神戸空港駅は兵庫県神戸市中央区神戸空港一番に位置する神戸新港通ポートアイランド線の駅である。駅番号は P09。神戸空港が所在する神戸空港島に所在している。路線延伸に伴う駅開業は神戸空港の開業日である2006年2月16日に先立つ同月2日であった。島式ホーム1面2線を持つ 高架駅である。駅舎は2階がコンコース、3階がプラットフォーム。同空港のターミナルビルとは道路を挟んで隣接し、連絡通路を介して直結しているが、改札口から搭乗口までを最短距離で結ぶといったユニバーサルデザインによる一体的な動線がきとされている。改札内にはエレベーター、エスカレーター、多目的トイレ、 AED などがある。当駅の駅スタンプは改札窓口に置いており、誰でも自由に押すことができる。日中時間帯は1時間あたり9本発車する。朝ラッシュ時は約2から5分間隔で発車する。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。計算 C、計算科学センター2019年度の1日あたりの 平均乗車人員は3549人で、神戸新交通の駅では第13位、ポートアイランド線では第6位。開業以降の年度別1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。当駅の改札外と神戸空港のターミナルビルは連絡通路を介して直結している。ありがとうございます。